も？もちろん試験はするんですけどね。このためだけにプールを改造したの？毎度毎度よくやるわね。俗物どもの考えることはわからん。タクちゃんとお揃いのこのペンさえあれば誰にも負ける気がしねえ。ねえハクちゃん、よっしゃコウちゃん、こんな試験さっさと終わらせようぜ。ゲームスタートだ。私に指図するな。うん、ただ海の上ってだけでこれまでの試験会場に比べれば楽勝じゃないか。試験官も近くにいないし、カンニングし放題だぜ。あ、なんだ。試験官が試験の邪魔してんだよ。邪魔ではない。貴様らよからぬ道具を隠し持ってないか調べているだけだ。ほれ貴様も、貴様も。貴様らはどうだ。ハクちゃん、コウちゃん、やつがいるようだな。さらば、これならどうだ。技術、高画旋風。何？高画旋風。その巨体で激しい大渦を巻き起こし、それによって仲間のサメを周囲に弾き飛ばすサメ試験官の恐るべき技術である。あらあら、ハクちゃん、コウちゃん、まだ回るんですけど。リュウハ、諸葛戦術、神羅万象。ふう、
完了。貴様が諸葛無名か。なかなか面白い技を使うようだな。ふざけんなサメ野郎。あの二人はどう見たって L 型だろうが。サメサメサメ、疑わしきは罰せよ。貴様ら人間が作った言葉ではないか。さあ、なのが試験だって言うのかよ。試験だと。貴様ら人間どもがこの地球上に存在することの是非をこの我が裁いてやろうというのだ。不合格の場合は貴様らだけではない、地球上に住まう生物すべてを我らサメ一族の支配下に置いてやろう。まずいですな。電子頭脳が暴走したようです。あらま、みんな大丈夫かしら。今日から地上は我らサメ一族のもの。滅びよ、滅頭なる陸上生物ども。させるかよ。力を貸してやるぜ。お前を倒すのはこの俺だからな。サメ、陸上生物風情がなかなか粘るではないか。どうだ、サメザメと泣いて反省するなら愛玩動物として飼ってやらんでもないぞ。うるせえサメ子、てめえの方こそフカヒレスープにしてやんよ。ハクちゃん、君とお揃いのこのペンに誓って俺は必ずこいつを倒す。流派諸葛戦術奥義疾風怒涛。疾風怒涛、その名の通り自らの体を高速回転させることにより激しい波風を起こす流派諸葛戦術の奥義の一つである。サメ、こいちゃん。バカな、陸上生物ごときに飛躍もそんな力が。分析不能、認めん。こんな不条理な。諸葛無名、貴様は見ていてくれ、ハクちゃん。これが俺たちの愛のパワーだ。あらあら、狂乱怒涛。うえっ、サメやるわね、彼。そうでなくては面白くない。いいぞ、諸葛無名。やはり俺の胸の琴糸を震わすのは貴様だったようだな。全ては終わった。
しまっているんですの？ごめんなさい、こういったこと慣れてませんの。え、あの二人についてですか？そうですわね。なんだよ、そのことか。みんな大騒ぎしすぎなんだよ。ああ、メアリー。ここじゃよくある話だろ。弱えやつがき。そうね。例えるなら剣と鞘かしら。水と魚でもいいんだけどね。剣と鞘なの。だって本人がそう言ったんですもの。陰と陽の交わりと等しく、天地開闢より決まっていたことだ。俗な言い方をすれば、あれは運命だったのだ。先生としてはですね、今回の件は重く受け止めていまして。はい、そうです。でもうちの学校って生徒の自主性を重んじてますから。嘘だろ、信じらんねえよ。だからよ、俺は成績はコウさんとムメンさんが一番です。きっと毎日勉強していますのね。彼がL型？そうね、そういうことにしておきましょうか。うまくいっていた、いや、うまくいきすぎていた。今から思えばな。やれやれ、面倒事は勘弁してくれ。今日はスーパーの特売日なんだよ。とか言って結局は巻き込まれるんだから。ああ、付き合わされるこっちの身にもなってよね。誰も頼んでないだろ。なんですって？これ倒れた。え、そんなことも聞くの？そうね、3回よ。17回ですわ。増長し、傲慢し、慢心し、退屈していたのだよ、私は。そして刺激を求めた。諸葛戦術？あんなカビ臭い技なんて大したことねえや。だからカメラ直せよ。あと俺の名前はジュンって。流派諸葛戦術、風を操り髪を刃に変える秘術だったかしら。知ってるわ、入学してから何度も見たもの。でもあれって、諸葛戦術？何ですのそれ。危険な男と知りながら私は傍観した。いや、それを楽しんでさえいた。故に悲劇が起きたのは必然だった。
仲は良かったと思います。よく一緒にいるのを見かけましたから。そう言われますと、そうですわね。ナイーブなのよ、彼って。分かった、もうこのままでいいから、俺が移りに行く。私は別にあの人のことは。結構有名よ、その筋ならね。どうだ、映ったか。なんだよ。こうなったら決闘よ。でしたらあの人に聞いてみてはいかが。どうしても知りたいのね。映ってる。ええ、あの人ですわ。この前転校されてきたばかりの。そう、彼はシュウ、シュウ・リンウよ。諸葛無名、知らないな。天よ、笑え我が愚かしさを。教師なんてやってるとね、だんだん自分がすり減ってっちゃうものなのよ。だいたいいつも誰かがトラブルを起こしてるわけでしょ。それを一つずつ話を聞いてやっと解決したと思ったら他の問題がいくつも起こってて、もう私だってたまにはスッキリしたいの。というわけでシートベルトの準備は OK？ え？じゃあ行ってみよう。雲だと？現心拍数上昇、生体スキャン開始、チートツール装備を確認、リジェクト。待って、何かの間違いだ。俺はまだ何も。完璧な私に間違いなど存在しない。おい、なんでこうなるの。俺たち何もやってないのに。バルハラで会おうぜ。ねえ、本当に大丈夫なの。完璧な私に間違いなどあるはずが。ああ、やべ。お待たせ。
せしました。ただ一度の敗北でここまで落ちたか。こうちゃん、私はそのようなものではない。私はそう、ミステリアスレディークー。何でもいいけど、とにかく俺はもうダメなんだ。それを決めるのはお前ではない。でも俺の力じゃあいつには。お前の夢はここで終わりか。でも俺の力じゃあいつには。諸葛戦術を信じろ。あの人がそうだったように。分かってる、分かってるさ。でもそれでも怖いんだよ。また負けたら俺は。信じろ、私を信じろ、諸葛無名。ありがとう、コウちゃん。レディークーだ。それで一体どこへ連れて行こうってんだ、コウちゃん。私の名はフロアレディケー。これから行く先は南方第九監獄、通称プリズンランドだ。監獄、まさか。諸葛透明、お前の父親に会いに行く。ようこそ監獄島へ。諸葛無名と王行為じゃな。そうだ。ではこちらへ。そういや、なんでこうちゃんが親父の捕まってる場所を知ってたんだ。私の名前はマイフェアレディ K。 ただそれだけの存在だ。諸葛透明、そして諸葛無名、あの諸葛戦術の継承者じゃな。知っているのか。お前さんこそ知っとるのか、かの血塗られし諸葛戦術の歴史を。諸葛戦術とはかつて三国乱世の時代、諸国の軍師として名を馳せた諸葛亮孔明を始祖とする技よ。孔明はその知略に戦術を加えることで恐るべき技の数々を編み出した。あまりに無双すぎる技を使い、諸国の国は三国分立を勝ち取ったのじゃ。しかし強力すぎる力の後に残ったものは荒れ果てた大地じゃった。ところがここで終わらんのが諸葛戦術よ。孔明は深く反省し、今度は大地に実りをもたらすための技を研究したのじゃ。まあ結局のところ、いかように使うも人次第ということじゃな。ところでお前さんたちはあの試験の学校に通っておるのじゃろ。特級学士なんぞなって何をなさんとするのじゃ。俺は。まあええわい、この先でせいぜい命を落とさんようにな。ちょっと待て、普通に面会させてもらえるんじゃ。まあそんなわけないよな。絶望に打ちひしがれた時、何度くじけようとそれでも膝を折らず前を向き立ち上がる強き麦のような心、人それを大いなる意志、大志と呼ぶ。誰だ。貴様に名乗る名などない。くわ。流派諸葛戦術継承者、諸葛無名だ。貴様の父親の命は私が預かっている。親父、返してほしくばこの私をうならせる究極の諸葛戦術を見せてみよう。てめえ、後で後悔するなよ。コーチも下がってて。私の名前はトップセールスレディー K。 負けることは許さんぞ。ああ、諸葛戦術に二度の敗北はない。流派諸葛戦術、死んだ万丈。一人前なのは鼻息だけか。くそ、まだまだ。流派諸葛戦術、風林一家だ。流派諸葛戦術、一騎当選。流派諸
発的攻防落雷。バカな、こんな諸葛戦術はでき損ないだ。食えたもんじゃない。かわいそうに本当の諸葛戦術を見たことがないようだな。岡星を読め。お前なんかに何がわかる。お笑いだ。超一流どころか三級品だよ。こんな諸葛戦術ありがたがってるようじゃ決闘で負けるのも当然。何、確かに技はそれなり、威力も効果も悪くない。だが肝心のお前自身が最低だ。俺だって秘伝書を必死に研究して。秘伝書なんかを鵜呑みにしてありがたがるな。うまいかまずいか自分の舌で判断したらどうなんだ。さてお前の能力はこれで全部か。まさかそんなちっぽけな諸葛戦術でおしまいとか言うんじゃないだろうな。くそ、俺はまた。ムメイ、まだだ、まだ俺にはまだ残ってる。あとは勇気だけだ。は？そのボロボロな姿でそんなセリフが吐けるとはな。いいだろう、ついてこい。お前に本物の諸葛戦術がどんなものか教えてやる。誰がお前なんかに。一日だ。あの月が再び輝くまでに新たなる貴様の力を示してみせろ。でなければ父親だけでなくこの娘をいただくことになる。あ、こうちゃん。違う、私の名前はビタミン C だ。 K ですらない、ネタ切れかよ。塔の最上階で待つ。上がってこい若者よ。くそ、親父もこうちゃんも絶対に取り戻してみせる。違う、水曜日はレディースデー、続きは劇場で。そんな予定は。貴様誰だ。貴様に名乗る名などないわ。我は諸葛戦術を受け継ぎし者って言ってるじゃん。貴様の技は諸葛流であって諸葛流にあらず。今から貴様の目に本物の諸葛戦術を刻みつけてやろう。その真髄を知りたく、この塔の上まで上がってこい。この高い塔の最上階まで果たして俺はたどり着くことができるのか。でも行くしかねえ。って、おい。どうぞ105階までの景観をお楽しみください。怖っ。105階です。過酷な試練を乗り越えた者だけがこの地に立つ。人それを克服と呼ぶ。ってここまでエレベーターだったぞ。もったいつけてんじゃねえ。貴様がすでに諸葛戦術風を習得していることは分かっている。諸葛戦術は風と火を操ることができた者だけがその流派を名乗ることができる。果たして貴様は火を制することができるか。こんな高いところでか。おじけづいたか。武者震いだぜ。つうかあんたもブレブレじゃねえか。それは人類にとって最も身近な現象。火を制した者こそが勝者となる。今まで多くの修験者たちがここへ足を踏み入れた。だが無事帰路に着いた者はほとんどいない。ここはそれほどまでに過酷な場所なのだ。引き返すなら今だ。どうする。だが引き返せば。うん、もうダメ。こうちゃん。こうちゃんではない、ビタミン C だ。それ言ったぞ。親父。くそ。貴様には選択肢がないのだ。さあ始まりだ。火を手に入れてみるがよい。貴様にそれができるのならばな。やってやるぜ。火を制するには火と向き合うこと。人それを共感と呼ぶ。この向こうが修行の場か。よっしゃ来い。熱っ。
おい兄ちゃん、サウナに服着たまま入るってのはとんだルール違反だ。サウナ？こんなところに。ほーら脱いだ脱いだ。ほれほれ。やんお兄さん、それでいいのよ。さあここ、ここ座って。いや、何？遠慮しないで。すみません。ああ、見ちゃった。人肌ー。くそ、熱気が、それに暑苦しくてたまんねえ。水？あら、あんた、ダメよ。え？お、まだまだだ。君ならできる。いや、俺はただ水を飲みたいだけで。熱を持って熱を制するんだ。いや、あの、水に逃げちゃダメだ。立ち向かえ。え？え？よし、声出していくぞ。うめえ、うめえ、君ならできる。うめえ、うめえ、君ならできる。いや、うめえ、うめえ、君ならできる。待って、待って、やん、やん、よし、貴様はついに熱を制した。行け、次なる試練が貴様を待っている。燃え盛る火をさらに熱き炎へと導く案内人、人それを選別と呼ぶ。お前、これを見ろ。はあ、これは人形。可燃、不燃、不燃、可燃、可燃、可燃、もう一つ可燃、不燃。これは不燃性と可燃性、そうか、材質で仕分けているのか。だから言ったであろう、火を制する者は火に必要なものを見極める目が必要だと。貴様はその目を持っておるのか。やってやるよ。金、フレ、金、フレ、金、フレ、これでどうだ。よし、次へ進むがよい。なんだろう、なんか空気が薄い。待っていたぞ、俺を倒せるかな。ようやく修行らしくなってきやがったな。それはどうか、己の力だけで何でもこなせるとは傲慢な考え。ここでお前はそれを学ぶ。人それを修道と呼ぶ。引くぜ。なぜだ、体が思うように動かねえ。この階は標高600メートル、アスリートが高地トレーニングをする場所だ。下に比べると酸素濃度は 93%、 貴様の戦闘力はマイナス 7% というわけだ。なんだ、頭が痛い。少し動いただけでこんなに。高度を甘く見る者には鉄槌が下るのだ。人それを高山病と呼ぶ。くそ、酸素を制してみろ。とかカッコつけやがって、てめえが手にしてるのはなんだよ。そう、無駄な動きは命取りになりかねねえ。その通りだ、呼吸を整えろ。ひ、ひ、ふ。ひ、ひ、ふ。ほら、ひ、ひ、ふ。ひ、ひ、ひ、ふ。て、ほい、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。何が、ひ、ひ、ふだ。お前は酸素を操った、そしてついに火を得たのだ。俺が火を、火、火、ふ。火、火、ふとは諸葛戦術の一つ、火を制する呪文。やったな、ついに火を手にしたか。さあ最後のステージへ向かうがいい。そしてその技を試すがいい。俺は火を制したのか。ならば私と勝負だ。貴様が私を倒したならば
娘を解放してやろう。こうちゃん、望むところだ。あれ、諸葛戦術包囲風の術疾風陣雷。火だけでは術は不完全。火は術者の意志、その意志を力にするのが風。諸葛戦術王子風雲道場コナン煌め。無名よ、大きくなったな。さあ、おいで。つうか、ほうちゃんは？苦しい、もう食べられないよ。そっちかい。息子よ、お前は諸葛戦術免許皆伝だ。その証として諸葛戦術のペンを授けよう。ペンは火の力の、そして紙は風の力の象徴。二つを駆使すればどんな難問にも立ち向かえる。先生、昨日火鍋食べたんだけど、あれだんだん二つのスープの味が混じっちゃうでしょ。それがちょっと気になっちゃうのよね。なんかそうならない方法ないかしら。それは違う。二つのスープの味がだんだん混ざって